ボンジョルナ・トゥッティ、イタリアガイド、ミメです。本日はイタリア人になる午後、スペイン階段から徒歩で行ける美味しいお店、そしてイタリアブランド人気店をご紹介という動画をご案内したいと思います。皆様も一度は行きたいこのイタリアの首都、永遠の都ローマ、こちらスペイン階段は必ず行く観光スポットなんではないでしょうか。実はですね、ここでまるでイタリア人のように素敵な眺めを見ながら美味しいローマのお料理、イタリア料理を食べれるレストラン、そしてその後にイタリア人のように午後ショッピングを私イタリアガイドミメと一緒にしてみませんか。本日の目次でございますが、絶対にローマだったら観光スポットとして皆さん行かれるこちらスペイン広場からですね、徒歩で行ける私イタリアガイドミメがおすすめする美味しいレストラン、そしてその後イタリアブランドのお土産物屋さんを皆様と一緒に散策したいと思います。この動画の最後にはこのローマの散策、そして美味しいグルメを食べる際に気をつけておきたいこと3つのポイントというのを皆様にご案内したいと思います。ですのでこの動画最後まで見ないと、ああ最後まで見とけばよかったと後悔しないですから、ぜひ本日最後までお付き合いくださいませ。私イタリアガイドミメの動画ではこのようなイタリアの便利な情報、お得な情報、そして週1回のここイタリア現地からの生ライブをお送りしております。まだチャンネル登録されていないという皆様、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして概要欄からは私イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光プライベートガイドサービスや、イタリア語オンラインプライベートレッスンなどもやっておりますので、ぜひそちらも概要欄からチェックしてみてくださいませ。そして将来のイタリア旅行を 200% 満喫できる無料資料というのも配布しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それではいよいよイタリア人になる午後、スペイン階段の近くの散策へと出発いたしましょう。アンディアモン、ここが人気のスペイン階段、いつもたくさんの人であふれかえっていますが、今からこのスペイン階段界隈のお食事、そしてショッピングへとご案内いたしましょう。今スペイン階段の上の方に登っていきます。本日ご案内するのはこの人気のスペイン階段、一番てっぺんにあるトリニタデイモンティ教会を目指して歩いていきましょう。ここまで上がってからですね、この景色を見ていただくと、ご覧ください、ローマの屋根のパノラマが見ることができるんです。上がってから左の方に歩いていきましょう。スペイン階段から歩いて30秒のこちら、マルコ・チャンピーニというレストランがあります。スペイン階段からすぐなのにすっごく空いていて、もちろんですね、土日の1時以降はむちゃくちゃ混んでいますけれども、実はね、ここジェラート屋さんとして有名なんですよね。ところが最近ですね、このレストランピザ屋さんを開けたようです。さてこんな素敵な外のガーデン席があります。ここからの眺めが素晴らしいんです。見てください、グリーンもあってですね、素敵なこのお花とグリーンの感じ、イタリア人大好きな場所ですね。ラビシモ、ペルフェクト。本日ですね、春ですけど寒いので温かい紅茶を頼んでみました。ピーニと書いてありますが、見てください、この素敵なもう窓の景色を見ながらですね、なんかローマにいるとは思えないすっごくグリーンな感じなんですよね。なんと言ってもここからの眺めが
最高です。見てください、すごいでっかいパンが出てきました。イタリアはですね、テーブル料金というのがあって、メニューの料金と別途このパンとこのテーブルセッティングの料金というのがあります。これはもう無理やりついてくるので選べません。早速ですが、このパリパリのスキャッチャティーナ食べてみたいと思います。これだけでお腹いっぱいになっちゃいそうです。さて、シーザーサラダにペッパーをかけてくれました。これがシーザーサラダ、これで皆さん一人分でございます。こんなに肉食べれるのかという感じですが、イタリア人並みの料理ですね。こちらが皆様シーザーサラダ。皆様、シーザーというのは古代ローマ帝国のカエサルのことですよね。英雄でもあり悪雄でもあると言われておりますが、なんでシーザーサラダ、だからローマが発祥なのと思われた方、違うんです。メキシコのシーザーパレスホテルのコックさんが考えて、しかもそのコックさんがなんとイタリア系の移民の血を持っていたというですね。ただこれはもうアメリカ人に食べさせるためにですね、メキシコに来るキッチンにあったサラダとかチーズとか、とにかく余ったチキン、これをですね投げ入れて作った余り物サラダだそうです。なのでイタリアの発祥ではありませんが、結構アメリカ人の方が多いのでシーザーサラダ最近できてきます。まずはですね、この量がすごいんですが、チキン食べてみたいと思います。うん、あったかくて外はパリパリ、中はしっとりで美味しい。ダンボールみたいなチキン出すところがあるんですが、チキンあったかい。そしてここにベルネーゼソース、チーザーサラダソースじゃなくてちゃんとベルネーゼソースって書いてありました。クルトンとサラダが入ってます。やっぱり皆さん旅行中サラダ恋しくなりますよね。サラダだけのミックスサラダというのもありますが、ちょっとお昼間軽く食べたいという方はシーザーサラダおすすめです。こちらがここで有名なボンゴレパスタです。結構ですね、こちらに来る日本人の方、アジア人の方がこのボンゴレパスタを食べるということで、あえて本日はローマのカルボナーラやアマトリチャンナじゃなくですね、このボンゴレパスタをこの美しい景色とともに食べたいと思います。ボンアペティト。ボンゴレパスタ、やっぱりですね、日本でもボンゴレパスタ有名ですよね。ローマは海が近いので結構シーフード美味しいんですよね。まあ私もあんまりレストランでボンゴレを食べる、まあ自分で作るのでね食べることありませんが、ここのがねすごい店員さんが美味しいというので食べてみたいと思います。アルデンテ、そしてボンゴレ、うまーい。やっぱり安心する味ですね。なんかカルボナーラとかアマトリチャーナとか結構重いじゃないですか。シーフードのちょっと辛みが効いていて意外とすごい量がある。ここのマルコチャンピーニさんのおすすめ、1945年からのレシピという、タルトゥーフォーポーリューフという名前のジェラートなんです。実はジェラートアルタルトゥーフォーっていろんなバールとかに売ってるんですが、結構工場で作ってるやつが多いんですが、これはここのオリジナル秘伝のレシピみたいですよ。これで10ユーロです。ぜひここに来たら食べましょう。やってまいりました。こちらが絶対ここマルコチャンピーニさんで食べるべしタルトゥーフォジェラートでございます。もうちょっと経ってから食べろと言われた通り、すっごいまだ硬いですが、ちょっと私固めのジェラートの方が好きなので、生クリームとともに食べてみたいと思います。すごい、外のチョコレートが岩のようにから歯が崩れそうな感じですが、中のですねこのビターチョコレートのジェラート、チョコレート好きの方にはたまらないジェラートです。ボンジョールのロレンツォさん、気になるお値段ですが、このチャンピーニさんでのレシートこちらになります。なんと 56.5 ユーロがおまけしてくれて50ユーロになりました。最後カフェも飲んじゃいました。これから皆様ローマの街へとショッピングに行きましょう。
ペイン階段から歩いて7分ほど、ビアディカンポマルツィオ通りという小道にはたくさん可愛らしいブティックがあって、ローマの地元人が買い物に来る場所なんですよ。ここに今から行くカンポマルツィオというステーショナリーがあります。こちらがローマ1933年からやっているカンポマルツィオという革製品、そしてステーショナリーを扱うお店なんです。可愛いですよね。特に万年筆とかの古いペンをですね、ここでは修復もしていますと書いてあります。ちょっと中に入ってみましょう。さて、お店の中は本当に小さいんですけれども、なんと 10% オフで革のポーチですとか、かわいいこういったバッグが売っています。特にここは万年筆の有名なお店なんですよね。なので 10% オフで 24.5 ユーロとかで買えます。割とですね、小さめなので日本にも持っていきやすいんじゃないですか。これ148ユーロとか100ユーロとか結構大きいものはありますけれども、結構ね、かわいい。リミテッドエディション、これもかわいいですね。お土産物としてはここら辺がいいのかな。どれぐらいするんだろう。今聞いたらですね、これが19ユーロ、これが25ユーロで、これそのままで44ユーロということです。しかも 50% オフのこれがありました。なんとこういうちょっとインクみたいなのがあります。これ何なんだろう。あ、これが替えの芯があって45ユーロとか39ユーロとかのが安くなってます。かわいい。さて、ここら辺もですね、 30% オフ、ちっちゃいかわいらしい革のポーチとか、こういったカンポマルツィオと書いたおしゃれなカードケース入れがあります。かわいいですね。ここら辺もなんか革のいろんなカードホルダーとか、このペンケースもすごいかわいい。なんとここは 20% オフで、なんだろうこれ、こういうコンピューターケース入れみたいなのもいいですね。ここにですね、かわいいカンポマルチの C がついたキーホルダー、これが 24.5 ユーロ。かわいいステーショナリー、これね、カンポマルチをローマって書いてあるペンケースが19ユーロとかあります。かわいい。ここは万年筆がすごく有名ということでね、ちょっと試し書きをしてみたいと思います。ほら、なんか万年筆ってすごい難しいですよね。でもすごい書き味がいい。こちらの万年筆 50% オフなので、なんと33ユーロということです。こちらはちょっと可愛いので55ユーロから 30% オフです。ここでは私の妹にこちらの箱詰めの可愛い万年筆、万年筆というかこれボールペンなんですけど、ボールペンとボールペン入れを買うことにしました。スペイン階段降りてすぐ左にあるのがセルモネータグローブズ、革の手袋屋さんで、結構日本のデパートさんにも入っているところです。さて、日本で買うより安いでしょうか。55ユーロとか89ユーロとか、長いやつで169ユーロとかあります。こちら側が店内になりますが、結構お値段169ユーロとか、こちら89ユーロですねというのがあります。結構いいお値段しますが、やっぱりブランドでございますのでね、素敵です。こんな感じです。これが実は今見せていただいたやつで、この何もないやつが59ユーロ、こちらが89ユーロ、カシミヤです。で、長いやつとか、あとウサギのラインというのがありました。スペイン広場のすぐ横のファーマチー入ってみましょう。実はね、ここで結構イタリアの素敵なコスメが買えたりします。結構ね、観光客の方も入っていますよ。超かわいいの見つけちゃいました。イタリアンオリーブオイルの
なんだかパッケージが可愛いオリーブオイルのハンドクリーム 11.45 とかですね、サルデーニャの太陽という名前のハンドクリームも可愛い。パッケージがすっごい可愛いですよね。こんなのちょっと初めて見ました。地中海のハーブのやつですって、可愛い。なんとマルビスが売ってました。通常スーパーではねこれしか売ってないんですけど、まあ、もうちょっと安いですけどね。こういうなんかホワイトニングのやつとか、ちょっとオレンジブラッサムブルームとか売ってないので、ちょっといいかもしれません。インティメイトヘルスというのは霜用の石鹸なんですよ。で特に結構ねデリケートな方はですね、このサウジェラpH 3.5、これ昔私のシュート目もすごいデリケートだったらしく、よく使ってました。ここら辺とかあのちっちゃいお子さん用あります。日本ではあんまり最近出てきてるというけれども、ここら辺お土産にいかがでしょう。いかがでしたでしょうか。このイタリア人になる午後、ローマのスペイン階段から徒歩で行ける美味しいレストラン、そしてショッピングを皆様と一緒に散策してみました。やっぱりね、ローマに来るとたくさん見るとこいっぱいあるので、もうバタバタ駆け足であんまりゆったりと散策なんてできない方多いんじゃないでしょうか。でも1日はですね、こうやってゆったりとイタリア人のようにお食事して、イタリア人のようにちょっとショッピングしてみるなんていう日を楽しんでいただいてもいいんではないでしょうか。本日この動画の最後には、このイタリア人のように散策するですね、午後を楽しむための3つのポイントというのをご紹介したいと思います。ポイント1つ目、ご存知のようにスペイン階段はものすごくスリやミサンガ売り、バラ売りが多発していることで知られております。とっても綺麗なスペイン階段なんですけれども、皆様十分にお荷物には気をつけてくださいね。日本では使わないですね、腹巻きとかこう首からかけるタイプの貴重品入れを持ってくることをお勧めいたします。ポイント2つ目、本日行ったレストランまたは他の人気のレストランは必ず事前に予約していきましょう。だいたいイタリアは12時半ぐらいか1時ぐらいからレストランは始まります。ですから12時前とかに行ってもレストランはやっていませんので、営業時間もね気をつけるようにしてくださいね。事前に予約していくといい席をですね、窓側の席お願いしますとか言っておくといい席もゲットできます。なるべくですね、イタリア人ヨーロッパ人は食べるの遅いので、開店時間と同時に行くと空いていて、割とサービスもスムーズで食べることができますので参考にしておいてくださいね。ポイント3つ目、支払いについてなんですけれども、クレジットカードでも OK なところは、本日ご紹介したところはほとんど大丈夫ですが、クレジットカードの種類気をつけてください。なぜかというと、日本の JCB さん、あとはダイナーズ、アメックスさんはあんまりイタリアでは好かれておりません。使えないところが多いです。ですのでビザかマスターを持ってくるようにしてくださいね。日本と違ってですね、最近暗証番号ね、署名の他に暗証番号を聞かれたりします。なので日本であんまり暗証番号慣れていない方、必ず日本から出発前に暗証番号をですねもらって、もしくは作成してですね来るようにしてくださいませ。また今日はクレジットカードのこのポス機械が壊れていて使えませんというローマのトラットリアレストランよくあります。お店でもあります。あとお店では35ユーロ以上じゃないとクレジットカード使えませんって書いてあるところもありますね。5ユーロの鉛筆買いたかったのに35ユーロ以上じゃないと使えない、どうしようとならないようにですね、小銭はやっぱりユーロでちょっとは持ってくることをお勧めいたします。その時は盗まれないようにちゃんと隠しておきましょうね。ということで本日も私もこの動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。素晴らしいローマ観光となることをお祈りしております。ボンビアンチョ、次の動画でお会いいたしましょう。アリベデルチ、アラプロシマ、チャオチャオ。